ははい皆さんこんこにちは工房のキンです本日紹介したいマクロス情報はこちら、えーと「劇場版マクロスデルタ絶対ライブよりま A3、ま、絶対ライブ、えー、A3 より新作グッズのポップアップショップを開催決定」ということで、えー、と今回は、ま、前回「超、あ、軸、のー、要塞マクロス」「正代マクロス」と「マクロス2の」の、ま、A3 のポップアップショップが、えー、と東京駅かなの方に えっと、出されてたんですけど今回は、えっと「ワルキューレ」と「闇キューレの」の、ま、A3 の新作グッズが登場ということで、ま、期間が12月の10日の土曜日から12月の25日の日曜日までとなってます。はいえっと、劇場版マグロスで「デルタ絶対ライブ」「ワルキューレ」と「闇キューレがクリマス」がクリスマス衣装のネオンサイ,サインアートになって登場と。 えっと、12月10日より東京と大阪のジェラフアートかなアートショップにて商品の販売がスタート商品の詳細は随時お知らせ予定となってますということで、はいえっと、今回は池袋本店と南んの方でもまあ展開されるんで、まあ、これまで、あのー、東京の方が多かったんですけどなんばの方も,もうあの出展されるみたいなんで まあ、よければそちらのの方も、まあ、関西の人は行っていただければいいいいいかなと思います、はいまあ、いい感じのデザインとなってるので、まあ、最近あの闇キューレのグッズもなんか展開されてること多いので、まあ、闇キューレファンにとっても、まあ、いい商品なんじゃないかなと思います、まあ、あの商,あの商品情報まだ出てないんですけど、まあ、これまでの感じからすると缶バッジであったり、まあ、アクリルスタンドとかアクリルキーホルダーのようなものが まあ、多分出ると思いますでまあ単体でも販売されますしまあ全部、まあ、単体っていうかまあブラインド系なんですあのランダム系なんです多分ランダム系だと思うんですけど、まあ、全部買えばえっと全部手に入るみたいなまあ8,000円ぐらいかかりますけどそういうのもあると思うのでまあ闇キューレと悪キューレはい、まあ、人気なんでまあ早くなくなると思うので。 また商品情報が出、えー、次第このチャンネルで紹介したいと思うのでよければ見に来てください。という感じで今回は「ヤムキューレと「割りューレの A3 の新作グッズが登場するといった情報でした。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の暴露情報のではいたしましょう。